この世にいるならば、何を守って誰を救ったりするんだろう。それが僕たちじゃないことはきっと最初から分かっていたんだよ。だから僕らは手を取って、痛みと苦しみを割って、喜びと奇跡を出して、歩く歩幅を重ねた二人の距離を、声にならない感情を、夏の夜空に例えていたの。それでもいつかこの歪んだ世界で、何かをこぼしてゆくんだ。それをまた拾おうとして、今度は君を見つけた。なくしたすべて、君と出会う辻褄、それだけで僕は救われたの。さよなら、いつかまた会える時まで、花火のような一瞬の君だけは。